ンターチェック。チェックします。名前メドーサ星人、種別中惑星人、身長50メートル、重さ8万トン、能力美少女に乗り移る。ギリシャ神話に登場する女妖怪メドーサは、頭の毛が全て蛇で、人間が見ると恐ろしさのあまり石になってしまうと言われている化け物だ。このメドーサ星人は別名醜惑星人と呼ばれ、宇宙一醜い心と姿を持つと言われている。その上独占欲が強くて執念深いので、宇宙中の嫌われ者である。メドーサ星人はメドーサ星座のメドーサ星に住んでいたが、やがて自分たちの星だけでは飽き足りず、メドーサ星座にある全ての星を征服してしまおうと考えた。メドーサ星人は次々とメドーサ星座の住人を殺害していったが、ただ一人この星人の魔の手から逃れた者がいた。メドーサ星座 ATOZ に住んでいた有効怪獣のヘルツである。ヘルツはおとなしくて気立ての良い平和を好む怪獣だ。彼は長い逃亡生活の果てに地球まで逃げてきたが、必要なメドーサ星人の追跡は太陽系にまでも伸びてきた。地球人に乗り移ることができる能力を持つメドーサ星人のヘルツ暗殺計画が開始されたが、そんな振る舞いを我らのウルトラマン太郎が黙って見ているはずがない。大激闘だが、メドーサ星人も曲げてはいない。両手の鞭は星人の意志で槍のようにもなる。象でも一撃で倒すこの両腕を振り回し回転させて突進するメドーサ風車戦法にはウルトラマン太郎も用心しなければならない。だが結局は執念深い性格がたたって、太陽系までヘルツを深追いしたのが運の尽き。ストリウム光線の餌食になり、異教の地地球に骨をうずめることになろうとは、さすがのメドーサ星人も考えてもいなかっただろう。